番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。車椅子ラグビー、島川慎一です。島川慎一選手、1975年熊本県生まれの45歳。1996年21歳の時に交通事故で頸髄を損傷、車椅子生活に。99年から車椅子ラグビーを始め、日本代表として活躍。2005年には車椅子ラグビーチームブリッツを設立しました。この年からアメリカでもプレーを始め、渡米1年目に全米選手権を制覇、外国人選手初の最優秀選手に選ばれました。パラリンピックには2004年アテネ大会から4大会連続で出場し、2016年のリオで初の銅メダルを獲得しました。その後2018年世界選手権で優勝、東京パラリンピックでは金メダルを目指します。島川選手の現在の障害の状況は、受傷原因は交通事故なんですけど、麻痺が残った箇所というのは、首の骨を折りまして頸椎を損傷したんですが、両足と右手は麻痺が比較的軽いんですけど、左手は握力があまりないような状態です。体幹機能にも障害があります。スポーツを始めたきっかけは、車椅子になる前はスポーツのほとんどやってこなかったんですよ。でまず思うように動かせない体をどうにか動かしていこうと思うところから、まず入院していた病院で陸上のトレーニングをやっている選手がいて、まず陸上競技から始めました。そんな中、島川選手は事故から3年後の99年、車椅子ラグビーに出会います。車椅子ラグビーに出会ったきっかけというのは、陸上をやっている中で一緒にやっていた友達がいて、その友達が地元に帰ってラグビーを始めたというので、ラグビーあるから来てみなよって言われて、僕はその当時あんまりそのチームスポーツというかバスケットとかもあんまり興味がなくて、ちょっと渋々見に行ったのがきっかけでした。クラブチームのチーム練習を見学に行って、で体験させてもらったというところから始まりました。だいたい車椅子とかってなんかぶつけたらダメだとかって、だいたい怒られるものじゃないですか。ただその現場に行くとすごいガツンガツンぶつかってるし、倒れてるし、これなんだってなって、競技用の車椅子に乗せてもらうことができて、でぶつかってみたら楽しかったっていうのが、その楽しさから入りました。僕の性格的にそんなに激しい人じゃなかったんですけど、ぶつかるのが大好きになりましたね。日本には96年アトランタパラリンピックの後に紹介された車椅子ラグビー、当時はまだ黎明期でした。日本代表は一応あったんですけど、僕が始めた頃でも海外遠征 2,3 回行ったぐらいだったのかな。で、指導者は一応日本人で指導をしている人はいたんですが、ただ指導する側もまだ手探りな状態でというとこですかね。99年の夏ぐらいかな、最初に見学に行ったのが。それから何回か通いはしたんですけど、多分練習自体3回やったかなというぐらいで、日本選手権あるから行ってみるって言われて行くことになりました。いやもうとにかくほぼほぼルールも知らずに走る当たるしかやってなかったので、当然のごとく最下位になりました。競技を始めて間もなく、車椅子ラグビー日本代表の強化指定選手に選ばれました。当時の代表の状況というのは、 2,3 回海外遠征で、代表合宿もそんなに多分多くなかったと思うんです。で僕はそのスピードが速かったっていうので、まずその強化指定選手に選ばれたんですけど、まだそんなに自分自身も体力がなかったので、かなり最初の合宿は辛かったですね。経験豊富な指導者があまり国内にいない状況で、どう技術を磨いたんでしょうか。海外の試合を見て、海外の
プレーを見てまず真似するところから入った感じですので、僕自身も代表とはいえどなんかルールを覚えながら進んでいった形ですね。当時あのアテネパラリンピックで金メダルを取ったランキング強かったニュージーランドの真似をしてましたね。最初はあのニュージーランドは車椅子ラグビーの方はウィールブラックスって言うんですよ。オールブラックスと同じようにニュージーランドのそのウィールブラックスは墓もやります。今もあの試合前は必ずやっていますね。あれもかなりなんか初めて見た時はすごい自分の中のテンション上がりましたね。やがて島川選手は国際大会でデビューします。最初の国際試合は2001年アジアオセアニア選手権、今はその名前なんですけど、当時オセアニアゾーン選手権というのがニュージーランドで行われました。それが一番最初の国際ですね。まあ、合宿も何回か重ねた上で行きましたけど、まあ、全く歯が立たない、手のひらの上で転がされるような試合でしたね。代表としての自覚、まあ、ただ徐々にその海外の代表選手を見ながら芽生えてきたものだとは思います。いつか勝ってやる、悔しさでそう思ったそうです。そうですね、負けるの嫌いなんで、最初に遠征行った時は多分旅行気分ではないですけど、そんなにこうなんか今ほどの勢いを持って行ったわけではないと思うんですよ。代表としての自覚、まあ、ただ徐々にその海外の代表選手を見ながら芽生えてきたものだとは思います。その当時海外への遠征費用は自腹です。あの遠征費用も、まあ、ユニフォームもそのウェア関係、備品関係に至るまで全て自腹でしたね。当時は費用面ではパラリンピックに関しては国から、まあ、当時から出してもらえたんですが、他の、 あの海外遠征に関しては全て自腹でした。で仕事も有給を使って行ってました。個人の練習は本当にあの夕方以降または土日の、まあ、クラブチームの練習という形でした。で代表合宿に関しては、まあ、月1回から2回で、基本的には土日の2日間、連休の時は3日間とかっていう形でやってました。2004年島川選手はアテネパラリンピックに出場、初めて大舞台を体験しました。大きい大会ということで、それまで他競技と一緒に遠征をするということがなかったというのもあって、なんか興奮したというか、開会式が一番すごい人がいて主役になったような気分というか、まあ、主役ではあるんでしょうけど、今まで経験した大会と全く違うなという、すごい気持ちいいというか、そんな印象でしたね。お客さんもかなり入ってたりしたので、そんなお客さんがいる中での試合というのはなかなかその当時ってなかったんですよ。アテネパラリンピックで島川選手は日本のエースとして活躍、見事得点王に輝きましたが、日本は最下位の8位に終わりました。喜びはね、全くなかったですね。得点したからどうっていうのはなかったですね。ただあの、まあ、最下位の8位というので、もう少しはあの上のランキングまで上げるつもりで臨んだ大会だったので、ただいろいろあの今まで練習してたラインナップで組めなかったりとかっていうこともあったので、不完全燃焼な大会でしたね。この時はどうやったら勝てるんだろうって、まあなんか単純に練習積めば勝てるっていうのではないなっていうのは思いましたけどね。アテネ大会後の2005年、島川選手は関東を拠点とする車いすラグビーのクラブチームブリッツを設立しました。当時あの国内のクラブチームいくつかあったんですけど、僕がちょっと理想にしていたというか、ナショナルチームの雰囲気というか、ちゃんとコーチがいてスタッフも揃ってて、メンテナンススタッフもいてっていう、なんか自分の中で理想とするチーム像があって、それを目指して立ち上げました。練習場所が所沢市で当時始めたんですけど、メンバーに関しては関東一円にあの選手がいました。で、まあ、いろんなクラブチームに、まあ、所属しているメンバーで何人かでこう合わさって作ったチームですね。ところがチームを作った直後、島川選手はそれまで勤めていた会社を辞め、単身アメリカに渡りました。
最初アテネパラリンピック終了後に、まあ、僕の方と連盟の方と両方にアメリカのチームからメールが来ていて、まあ実際無理だろうというのがあったんですが、まあアメリカに1シーズン、まあ半年間ぐらい来てくれと言われても、まあ行けるわけがないっていうのが最初の印象でした。そのアメリカのチームと交渉しまして、渡航費用を持ってくれということ、とラグビーに関する費用をまあ出してくれということを条件に行くことを決めました。ただ当時の会社に話したところ、まあ、それだったらちょっとも欠勤でも無理だよって言われたので、まあ、じゃあ辞めますということで辞めて、もちろん住んでるところの家賃とかもあるんで、まあ、住んでるところも引き払っていろんな荷物も処分して行くことになりました。2005年会社を辞め単身渡米、アリゾナのチームフェニックスヒートで1シーズンプレーしました。アメリカに行ってみて一番違いを感じたのは選手の意識というか勝ちに対する姿勢というのは感じました。みんなでこうバカ騒ぎしてる時になんかちょっと試合の話が始まるといきなりそっちにグッとフォーカスするというか、勝ちに対する貪欲さというのかな、それがやっぱりすごい強いなっていう、まあ今自分自身もそうなんですけど、当時の、まあ、日本の代表チームの状況ってそこまでなんか、もちろん勝ちたかったとは思うんですけど、勝ちたかったで終わってるんですね。勝つじゃなくて。それがアメリカの選手たちは、俺らが勝つんだっていう強い意識が、まあ、当時からありましたね。島川選手は、渡米1年目にチームを全米選手権優勝に導き、外国人プレイヤーでは初の最優秀選手に選ばれました。僕自身も、ここまでの結果が出せると、もちろん最初は思ってなくて、メンバーとの相性も良かったんでしょうね。で、すごい、まあ試合数、毎週末試合やってるようなところなんで、それを重ねるごとに自分も学習しつつ、まあチームとの連携も取りつつやっていて、ただ当時のフェニックスヒートでその試合に出てたメンバーって、僕含め4人、まあ一応交代の選手はいるものの4人がメインでやってたんで、でその4人でね、ワンシーズン、本当にずっと一緒にいましたね。遊びに行くのも、何するのも。だからそういうのも大きかったのかなと思います。パラ競技でも、スタンドはお客さんでいっぱいだったそうです。その当時、2005年にアメリカの車椅子ラグビーのドキュメンタリー映画が、マーダーボールという映画が公開されて、それで、かなり知名度は高くなっていました。なので、その年の全米選手権はかなりもう超満員の状態でやりましたね。映画自体がかなりメジャーになってたんで、アカデミー賞のノミネートまで行ったのかな。飛行機とかで移動してて、で、試合のビデオとか見てると、搭乗員さんが声かけて、これやってんの?みたいな声をかけてくれたことはかなりありますね。その後も日本のオフシーズンを利用してアメリカで通算6シーズンプレー、全米選手権を2度制覇した島川選手、アメリカで得たものは、とにかく諦めない気持ちというか、まあ、ある監督が言ったのが、完璧なプレーをしろとは言わない、人間だからミスもある、ただ諦めるな、いい状況でも悪い状況でもということを言ってくれた監督がいまして、それからかな、もう何があっても、その、いい状況でも諦めないというのは、まあ、気を抜かないことなんですけど、まあ、未だに座右の銘と言われると、ネバーギブアップなんですけど、ずっともうそれから続いてますね。日本とアメリカの両方でプレーした島川選手。その後、海外に挑戦する日本人選手が増えました。アメリカの国内リーグ自体が結構海外の選手をいろんなところから受け入れたというので、まあでも僕が起点になって、まあ日本の選手何人か行くことになったので、それに関してもまあ彼らにはアドバイスはすることができたので、よかったかなとは思いますけど、相談された時に行った方がいいよというのは多分言ったとは思うんですけど、こっちから行けばっていうことはしなかったですね。僕自身がちょっと、まあアメリカに行ったことによっていいことばかりでもなかったので、でやっぱりよく考えて決めてねっていうことは言ったと思います。2008年、
島川選手にとって2度目の大舞台となった北京パラリンピック。日本はアテネより1つ順位を上げ7位。しかし、この頃日本代表も島川選手自身もギリギリの状態に追い詰められていました。アメリカに行って、それこそ全米優勝してアスリートオブザイヤーっていう外国人選手初受賞したような賞も取って日本に帰ったんですけど、まあ、帰ってきたら家も仕事もない状態でした。で、結局その全部自費でやってる状況の中で、日本代表としてもその合宿も出て遠征も行かなきゃいけないっていう状況の中で、まあ、普通の仕事をすることができなかったですね。で、まあ、それが続いた結果、北京パラの時にはもう結構お金もどん底だったんで、ちょっとこれ以上は生活が厳しいなという状況まで行ったので、本当にはもうラグビーやめて普通に仕事を探してということを考えるようになりました。北京パラリンピック、ここで島川選手はアテネ大会でアメリカ代表の指揮を取った名将ケビン・オアーと遭遇。この時、日本に来て指導してくださいと直談判したそうです。まあ、その当時ケビン・オアーは陸上競技の監督で来てたんですけど、北京パラでまず7位で終わったというところが、僕自身は不本意でしかない結果で終わったんですよ。形としては監督はいたんですけど、ちゃんとした指導者がいない状況の中で戦ってたのもあって、すごいなんか悔しさがあって、で、まあ、そんな中で、大会がその 全試合終わった後だと思います。で、ケビンにたまたま選手村で会って、日本の車椅子ラグビーの指導をしてくれないかということを言ったんですよ。そしたら、ケビンからは、1ヶ月と連絡しろって、日本に帰ってから連絡しろって言われたんですけど、ただその当時連盟自体もそんなケビンを呼べるお金があるはずもなく、まあそのままという状況ではありました。2008年北京パラリンピック終了後、島川選手は精神的にも経済的にもギリギリでした。北京終了後に普通に、まあ、仕事を決めようと思っていろいろ動いている中で、なかなかやっぱり決まらなくて、ただその2008年の日本選手権にある企業の方が、見学に来ていて、まあそのラグビーアメリカでプレーするのに関しても出勤扱いで全部仕事扱いでと、まあ今でいうアスリート雇用の先駆け的な企業さんに声かけていただいて、まあ仕事をすることになって、まあギリギリで首がつながったと。ただ、今のアスリート雇用形態と違い、まあ通常勤務ではあったんですけど、まあ競技にある程度集中できる環境にもなり、持ち直したという感じですね。実力を上げた日本代表は2010年世界選手権で初の銅メダルに輝きました。2年後のロンドンパラリンピック、ここで島川選手は大会前に右手を負傷してしまいます。2010年に銅メダルは取ったんですけど、まあ、11年ぐらいにちょっとやっぱ自分の体力が落ち始めたかなっていうところの中で、ちょっと大きい怪我をしまして、それがロンドンパラの8ヶ月前かな。で、入院がちょっと長くなって、それでまあちょっと焦りもありまして、トレーニングを本当に筋肉つけなきゃで筋トレメインでやっちゃったので、前と違うしなやかな筋肉じゃなくなったというか、走れない状態になってゲーム感覚的なものがなくなったというか鈍りまして、で結局それをうまく取り戻せないままロンドンパラリンピックを迎えることになりました。エース島川選手が万全でなかったことも響き、日本はメダルにあと一歩の4位に終わりました。ロンドンではほぼほぼ僕の中では何の役にも立たなかったなと思ってるんですけど、チームの手助け的なことも何もできずに終わってしまったなっていうので、一瞬これでやめちゃおうかなっていう自分もいたんですけど、まあロンドンパラの後ぐらいにちょっと新人の選手入れた大会的なものがあったんですけど、それを見た時にこの選手たちがどう育っていくのかなって、もうちょっと見てみたいなとか、もうちょっと一緒にやりたいなっていうこともあって、続けてみようかなと思いました。結果が出なかったロンドン。しかし、
この大会で大きな感銘を受けたといいます。ロンドンの会場って本当に超満員で、まあ、たまたま街、まあ、ショッピングモールかな、すぐ近くので買い物をする時間があったんですけど、移動するときジャパンのユニフォームを着てるんですけど、サッカーのスター選手になったんじゃないかぐらいの勢いで声かけられたり、人だかりができたりっていうのがあったり、なんかすごい見る人の意識の違いというのを感じましたね。イギリスが出てない試合も全部の試合満員状態でしたね。東京でも本当に日本人のお客さんで満員になればいいなと思ってます。2011年、島川選手はアスリート雇用で現在勤務する外資系の証券会社に就職。車椅子ラグビーの選手では初めてのことでした。今の勤務形態は週2回出勤で10時16時なんですけど、それ以外は練習に当てても良いという時間になってまして、代表合宿などで土日が加わった場合は代休とかっていう制度もあります。コロナ禍の中で、リモート勤務になりまして、今現在はリモートで週2回ですね。そんな中、2013年、東京オリンピック・パラリンピックの招致が決定します。もう僕自身が多分その当時そこまで東京までやるつもりもなかったんで、さすがに年齢的に無理だろうと思ってたんで、あ、見に行けるなっていうのはありましたけど、なんか自分自身がその場に立っているっていうのは、その招致が決まった時点ではなかったですね。そして2016年、島川選手は3度目の大舞台、リオパラリンピックを迎えます。準決勝でオーストラリアに敗れて、で僕らの金も銀もなくなったっていう、まあ、試合が終わった後で、本当にもうすごい、バスの中もすごい静かで、選手村戻ってバス乗り場すぐ近くかな、外でエンジンを組んで、まあ、いろいろ話はしたんですけど、準決勝が終わったのってもう夜結構遅くて、で翌日は早くて、なんか 3、4時間しか寝れないなっていうイメージがあったんで、すごいそのタイトなスケジュールの中で気持ち切り替えて銅メダルに向かわなきゃいけないっていうところで、一人の選手がちょっと、まあ、泣き出してというか、悔しいよ、メダルは絶対取って帰らなきゃいけないんだっていうところで、みんなで一晩寝て起きたら気持ちを切り替えようっていうことを言いまして、銅メダルの3位決定戦はかなりチームの勢いもまとまりもあって、勝つべくして勝ったと思います。代表メンバー全員が気持ちを切り替えて臨んだ3位決定戦、日本は勝利し初の銅メダルを獲得しました。ただ表彰式で僕らがそのずっと取りたかったメダルは授与されるんですけど、オーストラリアの国歌が流れた時かな、すごいまた悔しさが込み上げてきて、絶対次はここで日本の国歌流してやるっていう意識はありましたね。で、取れなかったその金を取るためにこれからの時間を費やそうと。リオパラリンピック終了後、嬉しい知らせがありました。島川選手が日本に来てほしいと直談判した名将、ケビン・オアーの日本代表ヘッドコーチ就任が決まったのです。ケビンが来るって聞いた時に、ひっそりとというか自分の中ですげえテンション上がりましたね。彼が来たことによって僕が、まあ、やりたかったというか、もっと勢いのあるラグビーができるようになりましたね。で、すごいやっぱ選手一人一人の意識がさらに高くなったと思います。島川選手には試合前などに気持ちを高めるためよく聴いている大好きな曲があります。 XJAPAN の JADE って曲ですね。ここ何年かな、もう試合前、本当に試合の直前アップ中とかに大音量で流して、自分の試合に向かうスイッチを入れるための曲として聴いてます。リオパラリンピックの後、日本代表のヘッドコーチに世界的名将ケビン・オアーが就任しました。チーム力というか連携、コートに立っている4人の連携というか、4人でしっかりチームプレーが質が上がりましたね。攻撃がうまくいけば守備で取れるじゃないですか。守備がうまくいかなかったら取られるだけなんで、いかにオフェンスを、まあ、楽にって言い方も変ですけど、いかにオフェンスをうまく進めるかということに重点を置いていると思います。島川選手の役割は、
ご自身は、プレイヤーとしては攻撃型の、まあ、状態的にも軽いのでボールを持って運んでゴールするというプレイヤーではあるんですが、僕のその代表での立ち位置っていうのは流れを変える試合の、まあ、悪い流れの時に流れを変えるというイメージで僕はいます。2018年の世界選手権決勝、日本はパラリンピック2連覇中のオーストラリアを1点差で下し初の金メダルを獲得しました。正直世界選手権の決勝のオーストラリア戦に関しては本当にもうどちらが勝ってもおかしくない試合でした。で、まあ、チームも、まあ、団結力もそうなんですけど、僕の中でもあの決勝はまだたまたま勝った試合なのかなと思ってます。1回勝ったから次勝てる相手でもないので、ただまあ金メダルを取れたというのはすごい東京に向けての勢いにもなりましたし、今後僕らが強化していく上でもすごい重要な一歩だったと思います。新型コロナウイルスの影響でパラリンピックが1年延期に、島川選手は46歳で本番を迎えることになりました。年齢的なところってそんなに、まあ、45でも46でも変わんないかなというのと、まあ、1年また1年準備する期間が増えたとは思ってるんで、しっかりこの1年間、まあ、勝つためのトレーニングができればなとは思ってます。島川選手にとって車椅子ラグビーの魅力とは、一番はその激しいぶつかり合いタックルだったりっていうところです。ただ、そこだけが大きく映るんですけど、そこだけじゃない、まあ、細かい戦略とかというのも知れば知るほど面白くなってくると思います。最後に東京パラリンピックへの抱負を島川選手に伺いました。今までずっと何年も言ってたように金メダルを取って終わりたいと思っています。ただ前回の世界選手権のどっちが勝つかなという状況の勝ちではなくて、しっかり強い日本を見せて勝ち切ってメダルを取って終わりたいなと思っています。